おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、Tales of the Raids の新イベント、ファイティング・オブ・ザ・スピリット、氷のショーってやつですね。セルシウスが参戦するイベントとなっております。個人的にすごく嬉しいですね、これ。エターニアですね。基本的にはエターニアイベントという感じになっているのかな、ではですね、まずはガチャいきたいと思います。はい、こちらになるんですけどね、初回10連無料っていうのはもうなくなっているんですね。これもう購入しないといけない。課金しないといけない。ダメです。できません。で、200個あるんですが、この200個は地足音の塔で頑張って集めたやつなんですけど、今回ね、10連は引かずに、1連ガチャは 2回ぐらい引いちゃうかね。いやー、なんか、今後もさ、初回1回だけ10連無料にしてほしかったな。いや、そんなことやっちゃうと、稼ぎがなくなっちゃうよね。さすがに。でももう重課金者いっぱいいるでしょ。何これ、霊エンジン、こんなのあったっけな。やっぱこういう系の、なんだろう、ゲームに出る参戦シリーズかな、参戦するっていうのはもうワールドですね。マイソロ2からですね、セルシウスは。で、マイソロ3にも出て、っていう感じなんですけど、ちょっとメルディじゃんか。メルディ装備はいらないよ。もうセルシウスだよ。はい。一応ね、2連ガチャやりましたが、これ以上はやらない。で、ちまちまね、クエストを進めて、貯めていったやつでまた引こうと思います。で、魔競技やら、競争やら取ったら、なんかコスチュームかな、アタッチメントだったり、そういうのがセットでもらえるっていう情報だったっけな。違ってたらごめんなさい。もう、なんかすごい、いい笑顔。お、この音楽、聞き覚えないぞ。あれかな、セルシウスのあのダンジョンだと思うんですけど、全然聞き覚えがないぞ。忘れてるだけだろうけど。はい。ではですね、まずは、最初、花見イベント、花見1、今更だね。お弁当を持ってですね。なあなあ、たまにはみんなでお外でご飯食べたいよ。とっても暖かくて気持ちいいよ。お前はまた唐突なことを。ピクニックってこと？いいアイディアじゃない。行こう行こう。僕は行かないぞ。外で食べることに何のメリットがあるって言うんだ。あら、今の季節ならとってもいいことがあるのよ。ね、メルディ。はいな。今お外でご飯を食べないと一生後悔するよ。一生後悔って、なんか話が大げさじゃないか。とかなんとか言って、コウキス。お前、気になってんだろ。そりゃ、気にはなるけどさ。今の季節じゃないと後悔する。あ、もしかして、この間、山の上で見た大きな木のこと？さすがほら、その大きな木な。この季節になると、すっごく綺麗なお花が咲くらしいよ。この季節にしか花が咲かない大樹か。確かに植物的観点から見るこの世界にも興味はあるが。へえ、でっかい木か。そこで昼寝なんかしたら気持ちよさそうだな。お弁当も持って行ったらさらに気持ちいいんじゃないかしら。お弁当！お料理は私とミリーナが責任を持って作るよ。わかった。そうと決まれば俺、準備してくる。なんだよ。結局あいつが一番張り切ってる感じだな。ま、どうせ止めても行くことは決定だろ。もちろん。だってよ。僕は行かないって言ってるだろ。それに、あいにく今日は戦略があるんだ。そうなのか？あ、もしかして、この近辺の精霊エネルギーの調査？あ、クラスに協力を頼まれたんだ。お前、山登りしたくないからって嘘ついてるんじゃないよな。そんなことするわけないだろう。残念だけど仕方ないわね。キール、調査が早く終わったら一緒にお弁当食べような。ミリーナ様、みんな準備完了です。早く行きましょう。おうおう。はい、では次にみんなでピクニック。いやー、ファラの季節魔境良かったですね。あれめっちゃかっこいい。トリューオーカレンダン。いや、トリューオーカレンダン。あれ ?6 文字じゃない？お、久々に6文字のひよぎじゃないな。まあ、ひよぎっぽいのだけど、遊べる以来じゃないかな。まあいいか。では次に、街道を進み。魔境儀イデオフェンリルプリテッドプレス。いやー、いいですね。セルシウスの魔競技。欲しいよ。今回の魔競技、どれもかっこいいんじゃないかな。では次に、森を通り抜け。魔競技うおー優勝連覇魔競技とどめだはー猛虎潜入陣。では次に、山岳に入り、すごい何も喋らずに、このパーティーは進んでいきますね。では次に険しい山を登って。では次にモルルでの思い出。この上だよ。あとちょっとだな。ほんとすっごいんだから。大きいといえばな、インフェリアが町のモルルの木も大きかったな。確かにあの木はマジででかかったからな。モルル？あ、リットたちの世界の木のこと。はいな、木と一緒に町があるよ。すっごく大きくて動物たちもたくさん。そうそう、そこで初めてメルディの言葉がわかるようになったんだよね。あの時は本当に大変だったぜ。近くにいても言葉がわからないっていうのはなんだか辛いわね。ミリーナ、それは違うよ。リットもファラもキールもメルディが言葉わからなかったけどずっと一緒にいてくれた。メルディが言うことずっと信じてくれたよ。あの時は追い払ってもずっとついてきたし、ファラのおせっかいもあったからな。そういえばそうよね。初めてメルディとキールに会った時、お互い言葉が違うのにちゃんと通じ合っていたもの。ちゃんと信頼関係が成り立っていたからだよね。すごいことだし素敵だと思うわ。それはミリーナもだよ。ずっといくつのことを信じてるじゃない。え？ミリーナがいくつを信じて頑張ってるのは二人の間に強い絆があるからでしょ。さっきミリーナも言ってたけど、誰かのことを諦めずに信じ続けるのってすごいことなんだよ。ファラ。幼なじみ、いつも一緒にいたってだけで、助け合う理由は十分なんじゃねえの？それに、イクスとミリーナはこの世界のために動いたんだろう。今はいろいろ大変かもしんないけどさ。でも、イクスを助けるために、他の誰もこの状況辛いなんて感じてないと思うぜ。リット、ありがとう。おーいみんな、何やってんだよ。早く来いよ。あいつ早いな。人のことを言えないけど、弁当だけであそこまでやる気にはなるとはな。では次に、山頂にて。おお、すごいな。マジででかい。うわ、それにこんなに綺麗な花。とっても綺麗よ。綺麗なのは分かったから早く飯にしようぜ。俺腹減ったよ。もうリットってば相変わらずなんだから。たくさん歩いたものね。コーキス、準備お願いね。わかりました。コーキス、これってああ、ラッパにクラッカー、タンバリンにお面だ。どれもピクニックには欠かせない、めっちゃいいグッズだぜ。コーキス、これじゃあご飯食べれないよ。え？だってお前、クラッカーって何に使うんだよ。タンバリンもメルディが歌って踊る時ぐらいしか使いどころないよ。コーキス、一体どうしたの？ちょっと待ってください。俺はちゃんとジェイド様にピクニックに必要なグッズを聞いてきたんですよ。ジェイド。お前、聞く相手を選べよな。ピクニックって言ったら必要なものはシート、お皿、フォーク、コップでしょ？言われてみれば、確かに。くそ、あの鬼畜メガネに騙された。完全に遊ばれてんな。私もコーキスに任せっぱなしで確認しなかったから悪かったのよ。ごめんね、みんな。コーキスも。そんなことないです。本当はカーリャ先輩に聞ければよかったんだけど、先輩、アジドから出られないから、ピクニックの話しづらくて。コーキス、優しいな。今度アジドでもお弁当作ってカーリャと食べようよ。ありがとう。きっとカーリャも喜ぶわ。あと、ジェイドさんにはお仕置きしないと。俺がうかつでした。ガイ様にも、アニス様にも、ルーク様にも、ティア様にも、ジェイド様にはくれぐれも注意しろって言われてたのに。ジェイド、なんでこんなことするか？いざという時には頼りになるけど、ちょっとめんどくさい性格してるんだよな。あれ？ミリーヌたちじゃん。アーチにクロス？キール、やっぱりみんなでピクニックしたくなったのか？そういうわけじゃない。僕は他に用事があって来たんだ。実は、この地域の精霊エネルギーが大きくなっているという話があってね。我々はその調査に来たんだ。まあ、私は騙されたんだからね。調査なんて精霊オタクたちだけですればいいじゃん。アーチェ様、騙されたって。クラースが今日は暖かいからピクニックに行かないかって言うからついてきたのにさ。実際は調査のお邪魔をする魔物の討伐係をやらされたのよ。私は用心棒じゃないっての。仕方ないだろう。私とキールの二人ではこの山は少々危険だ。思い曰く人間は不便なのだからな。ぜひハーフエルフの特権を生かして我々を助けてもらおうじゃないか。そんな前のこと根に持ってるなんて。なんだ、シリに敷かれマンのくせに。うるさい、それは今関係ないだろ。精霊オタク、共栄店のおじさんたちってすごいのばっかりだな。おじさんではない、おじさんでは。私はまだ20代だ。それで、調査はどんな感じなんですか？エネルギーが豊富なことは分かったんだが、山頂に着いてから流れが消えてしまってね。もしかしたら時間的なものなのかもしれない。あくまで推測だが、少し時間が経過すればまた流れが変わるかも。この世界のエネルギーの流れは、時間の流れ、もしくはそれに類する何かと相関関係にあるようだ。よくわかんないけど、とにかく今は暇してるってことか？まあ、そうなるな。なら一緒にお花見しようよ。それがいいな。今からファラ特製のお弁当を食べるよ。おお、いいじゃんいいじゃん。退屈な調査で疲れたし、私もそっちに参加決定。ピクニックって聞いてたから、私バッチリお皿とか持ってきたんだよね。おい、まだ調査中だろ。いいじゃん。どっちみち今は動けないわけっしょ。それなら休憩がてら、美味しいもの食べてエネルギー補給した方がいいんじゃない？どっかの誰かさんが戦力にならないから、私すっごく働いたし。そうそう。腹が減っては戦はできぬって言うし、たくさん作ったからみんなで食べよう。そうだな。聖手はことを存じるとも言う。我々もご相伴に預かろうじゃないか。はあ。そうだな。まあ動けない時間帯をエネルギー補給に活用するのは合理的だからな。素直じゃねえな。どうせお前だって腹減ってたんだろ。うるさいな。お前と一緒にするな。喧嘩ダメよ。仲良く食べる。ほら、キールの好きなイカリング。ありがとう。では次に、明鏡止水の輝き。あれこれで終わりなのかな。なんか全然セルシウスが出てくる気配がないけど、行きましょうか。おいしい。どうやったらこんなおいしい唐揚げ作れるわけ。ふふ、ありがとう。2回揚げるのがポイントなのよ。ねえ、キール。さっきはメリットがどうとかって言ってたけど、外でみんなでお弁当食べると美味しいでしょ。うん。まあ、たまにはこういうのも悪くないかもな。みんな、それぞれ楽しんでるようだな。それにしても花見といえば余興が必要だろ。弁当以外に何か持ってきていないのか。わあ、イール。それならメルディが踊るよ。おお、俺が持ってきたタンバリンをメルディ様がやったぜ。ふふ、メルディのダンスとっても可愛いわ。見てるこっちまで楽しくなっちゃうね。おお、やるじゃん。なんか急に冷え込んできた感じしないか。そういえば少し。うわぁ、きしゅいなあ。この寒さは異常だぞ。ん、明鏡止水が光り出した。ミリナ様、俺の後ろに。この場に急激なエネルギーの集約が起きている。クレーメル刑事も少しだけど反応してるよ。ってことはこの寒さ精霊の仕業ってこと。ああ、間違いない。この凍てつくようなエネルギーを操れるのはセルシウス。お前たちはバイバー、セルシウス、久しぶりだな。ああ、異なる世界で私を知る者か。セルシウス、メルリーがこと忘れたか。いや、ティルナ農具の精霊が目覚めると、具現化された異世界の精霊たちも統合され、意識集合体のようになるはずだ。つまりこのセルシウスは、僕らの世界の記憶も持つセルシウスのはずだ。そういうことになるな。もちろんメルリーのことも覚えている。この感覚は説明しづらいものなのだが。しかし、精霊であることには変わりないということだな。本当に精霊がいるとはね。クラスもたまにはやるじゃん。たまにはは余計だ。それよりもセルシウス、異世界の記憶があるのなら話は早い。この世界でも力を貸してくれないだろうか。構わない。だが、そのためには条件があるのはわかるな。イフリートの時と同じだな。俺たちの力を試すってことだろう。嫌な名前は聞いたが、まあいい。そういうことだ。しかし、戦う前に、私の意識をメルリーの知る私に預けよう。そんな風に寂しげな顔をされると、何やら私も心が痛む。お待たせ。それじゃあ早速、あなたたちの力を見せてもらうわ。あなたたちの力と思いの強さ、この世界でも変わっていないのね。じゃあ、ええ、この世界でもあなたたちに協力させてもらうわ。ワイル、セルシウスよろしくな。ありがたい。それでは早速契約を。ええ、と言いたいところだけど、あなたは私のルーンリンクを持っていないわね。すると契約はできないのか。リングはあくまでもあなたの世界での契約の触媒よ。契約の方法は異世界ごとに違うし、この世界にも独自の方法がある。だから無理に同じ手段は取らなくてもいいけれど、方法を変える場合、召喚に悪い影響が出る恐れもあるわ。だから鏡師に協力してもらいましょう。この石を使ってみて。なるほど、わかったわ。このサファイアを使って私がルーンリングを作るのね。すっげえ、リングができた。我、今氷の精に願い立てまつる。指輪の名約のもと、我に精霊を従わせたまえ。我が名はクラース。なんとか契約できたわね。でも残念だけど、今の私はアイフリードの枷によって本来の力を抑えられてしまっているの。イフリートの時と同じということか。それなら前みたくクレーメルケージに入ってもらうか。いえ、そこまでしなくても大丈夫よ。あなたたちと同じような人型にとどまれば、来たるべき目覚めの時を待てると思う。それって精霊が一緒に戦うってこと？本来の力は人型の姿で戦うよりずっと強いってことか。まあそりゃそうかもな。精霊が一緒に戦ってくれるならすごく心強いよ。よろしくね、セルシウス。こちらこそ。よーし、解決解決。これで心置きなくお花見を楽しめるね。それにしてもティルナ・ノグはセルスティアと全く違うのね。うん。インフェリアもだけど、ミリーナたちの世界は緑が綺麗よ。僕はそうは思わないがな。キール？僕からしてみたら、セルスティアも、このティルナ・ノグも、同じぐらい不可思議で不気味だ。僕の知ってる理論が通じないんだからな。どちらも僕にはまるで違って世界に見えた。キール、私も最初はちょっとだけ怖かったよ。ここは知らない世界だもん。でもミリーナやエクスたちがいたし、セルスティアはメルディがいたから不安はすぐになくなったよ。だな。ここは俺たちの世界とは違う世界だけど、インフェリアと変わらず心地いいし、うまいもんもある。花の咲くでっけえ木もあって、そこに住んでる人たちもいて、俺たちの元の世界と何も変わんねえんだなって。帰りたいって気持ちは消えないけど、だからってこの世界が嫌いなわけじゃないぜ。メルリーもリットが気持ちと同じ。メルリーもこの世界が好きよ。だから安心してな、ミリーナ。そうだな。知れば愛着は湧くな。メルディ、みんな、ありがとう。いい話のところ悪いけど、アーチ様の機嫌が悪くなりそうだぜ。早くお花見の続きがしたいってさ。続きがしたいのは山々だが、我々はまだやるべきことがあるようだ。もう難しい話は勘弁だかんね。そう難しい話じゃないわ。イフリートの時もあったと思うけど、私が具現化されてからこの付近の氷のアニマが活性化したの。悪影響があると困るから氷のアニマに相当するものを少しだけ回収してほしいのよ。そんなとこまでイフリートと同じなの？もうこれで終わると思ったのに。みんなでやればすぐ終わるよ。いけるいける。私も力を貸すわ。セルシウスがいれば100人力だよ。あ、よし。さっさと終わらせてお花見の続きをしよう。おお。助けが必要というなら。おお。いやー、来ましたねー。あー、セルシウス。よかった。あ。氷の精霊。そのままだね。はい。ということでですね。ファイティング・オブ・ザ・スピリット。氷のショーですね。セルシウス参戦イベントのストーリーはこれでとりあえずクリアですね。やっぱりこういう、なんだろう。特にこの精霊イベントは話が短いね。イフリートの時もそうだったけど。ああね。あっさりと仲間になったね。そんな強くもなかったし。ってな感じで、次回から氷のエレメント回収ですね。毎度のごとくポイント集めやっていく感じですな。でね、ダイヤがちょっと減ってると思うんですけど、あの後、まあ、何回か増したんですけどね。なんと、リッドハーシェルの競争ですね。が来ました。空波絶衝撃。で、空波絶衝撃走破っていうやつになんかなるんですね。6連携メーカーなんかで。まあ、競技は欲しかったけどね。出なかったよ、全然。はい。ということで、やっぱね、競争を取っても、なんかアタッチメントがどうのこうのってやつはなかったね。やっぱまあ、競技か。それじゃあね、また次回、これからやっていきますので、もしよろしければ次回も見てくれると嬉しいです。それじゃあ、ファモ。